保守王国和歌山県。和歌山2区では裏金問題に絡み政界を引退した自民党二階俊博元幹事長の三男二階信康さんと、やはり裏金問題で自民党を離党した世耕弘成さんが激突します。自民党関係者は、これは奇襲戦争や。持ち得る武器、それは若さとふるさとへの思いです。地方にもう一度元気や活力を戻す。自民党の新人二階信康さん、訴えるのは地方の強靭化と郷土愛。原点はいつも家にいなかった父の存在でした。父親がおらんでも大人の周りの方、本当に私を父親、私にとって父親代わりのように目をかけてくださった大人の方がたくさんいました。地元の皆さんのおかげ、その皆さんの背中を見て私は育つことができたんです。大学卒業後、全日本空輸で13年間勤務。政治経験はありませんが、父俊博さんからこんな助言をもらったといいます。靴に聞け立てるか負けるかね、不安になった時には自分の靴に聞いたら教えてくれる、こういうふうに、言われたんです。父の教えを守り、選挙区を走り回ってきました。力の限りお願い続けてまいります。予算を持って、靴底の減り具合は、現在中盤ですけども、靴どんな感じ？そうですね、まだ中盤とね、これからありますからね、はい、まだこれからでしょう。靴の減り具合はいかがですか？どうですかね、そして二階王国と呼ばれるだけあり、後ろ盾も強力です。お願いします。私もなります。からもになって、これ一人一人だって、和歌山県の岸本知事がそう叫べば、この人も。二階信康を頼む、そのお声をかけてください。スマホなんて持ってない方はガラケーでよろしいのだ。そんなものを持ってないという方はお家のお電話でよろしいのです。父が築き上げた王国を継承できるのか。一方、そこに待ったをかけるのが、だから成功、だから成功、だから成功。第1戦であります。よろしくお願い申し上げます。派閥の還付金不記載の問題で大きな失敗をいたしました。皆さん方に大変なご迷惑をおかけいたしました。本当に申し訳ありませんでした。裏金問題で自民党を離党した世耕弘成さん、旧安倍派の実力者として経済産業大臣にまで上り詰めましたが、今回参院議員から鞍替えし、無所属新人という立場での戦いになります。特にこの避難が直面する人口減に真正面から立ち向かっていきたいと思っています。少子化対策に加え、製造業の国内回帰などを訴えます。そしてもう一つアピールするのが、実は今日私は安倍さんの形見を身につけております。何でしょう？靴なんです。二階さんと同じく靴。一度退陣した安倍元総理が再び返り咲こうと地元山口県を歩き続けた時の一足、昭恵夫人から形見として譲り受けたといいます。安倍さんの心境、もう一回政治家として出直したいっていう、その心境を感じる。ちなみに靴は どこか別にそんなブランドものじゃないと思います。これ何、これ
リーガルですね、やっぱりね。あ、リーガルなんですね、うん、結構クッション効いてる。いや、歩きやすいです。本当にぴったり。本当ですね。靴を託した安倍昭恵夫人も応援に駆けつけます。きっと主人は瀬子ちゃんのところ行ってあげて、どこかに、まあ、主人の魂がこの靴の中にも残っているのかな。その思いは届くのでしょうか。この保守分裂の争いに割って入りたいのが、2区のいいところをしっかりと皆さんにお伝えするべく頑張って、ちょっと待って、すごい緊張する。立憲民主党の新人、新子優子さん。緊張しつつも訴えは強気です。二大巨頭と言われる裏金ブラザーズに対して戦いを挑むような形になっておりますが、ご協力ありがとうございました。その経歴とは。ありがとうございました。恥ずかしがり屋な性格のためかなり緊張しておりますが、一般質問頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。土塀は去年4月の和歌山市議選挙で初当選。およそ1年半、市民の声に耳を傾けてきました。訴えるのは、クリーンな政治、女性が活躍できる社会、そして地域の活性化です。というのも、新子さんにはもう一つの顔が。おはようございます。おはようございます。こんにちは。今からは何しに？ちょっと選挙抜けて、今からちょっとツアー、観光ツアーを作ってるので、その、最終確認に来てます。あ、そうなんですか。はい、選挙とはまた違う。そうですね、違います。ちょっと違う、別の地域色プロデューサーとしての仕事をちょっとやってるので。実は食を通じた地域の活性化に取り組む会社を経営しています。すごいこう日本の文化をしっかり知ってもらったらいいかなというふうに思います。よろしくお願いしておきます。この日は立候補前に立ち上げていたインバウンド向けのプロジェクトの進捗を確認しました。やっぱりこう上を目指す人やと思いますんで、やっぱり こうね女性目線の政治、それやってほしいですよね。伝統産業や一次産業を実際現場の目線から私は携わってきているので、現場が本当に欲しい支援とか、現場が本当にしてほしいこと、そういうことがきちっと国の方に訴えることができると私は思っています。共産党からは新人の楠本文郎さん。今回の総選挙で一番問われているものは裏金問題なんですね。私利私欲なく働く、そういう議員を目指して頑張る。自民党の裏金問題を強く批判します。さらに消費税 5% に緊急に減塩をする、減税をやる、これは毎日が減税です。そしてやがて消費税は廃止をしていく、この方向を目指していこうではございませんか。そんな楠本さん、支援者の間ではこんな異名で呼ばれています。伝説の人。伝説の人です。人呼んでレジェンド楠本。そのゆえんは、やったー、2019年の和歌山県議選、定数が1人の御坊市選挙区で二階元幹事長の元秘書との一騎打ちを制したのです。泣きましたよ、この事務所だったけどね。二階政治と対決するのは和歌山に行くで楠本文郎しかないと。若い頃は小学校の教師だったという楠本さん。当時の教師仲間によると、クラスの担任を持つ傍ら、組合活動にも打ち込むなど、真面目で生徒たちからも愛された先生だったといいます。クラスの卒業文集には、
マウが四角だってんで、みんなホームベースみたいな感じでね、書いてるんですよね。ここでもホームベース型って書いてある。みんな言うてる言葉があります。楠本さん本人にも伝説について尋ねてみました。伝説のとかっていうふうに言われてるのを見たんですけど、その辺ご自身ではどういうふうに。それはね、あの選挙の構図というのがあります。実力があると、いわゆるそんなに今過大評価していません、はい、それはもたまたま組み合わせの部分ですと謙虚なコメントですが、新たな伝説は生まれるのでしょうか。頑張ろう。和歌山2区には諸派で政治団体代表の新人高橋英明さんも立候補しています。真の愛国、真の保守とは何か。それはこの国の土地、環境、そして自然を大切に愛する心だと私は思っています。熾烈な奇襲戦争、その行方は。